オリンピックってやっぱりいいなと思うシーン見れましたって、そうね。武井さんは今までのスポーツ人、世界選手の中間で何か心か温まるような出来事はありましたかドイツにやっぱ国際大会行った時の思い出がすごい強いかな。俺が女子競技始めてちょうど1年ぐらいの時に、うん、ドイツの、まあ、小さい国際大会に出場することが決まって、 試合をして、まあ、優勝できたんだけど、だけど、まあ、前も話したと思うけど、試合中、インタビューの時に、なんか、今回の試合どうでしたかって聞かれて、いつもた日本で食べてるパンがなくて、結構パン硬いのが多くて、食事とるのが大変でした、みたいなこと言ったら、後で、なんかユーゴスラビアかなんか選手、男の人来て、お前は試合は一番強かったけど、人間としては一番弱いな、みたいなこと言われて。 なんだこいつと思ったらなんかやっぱ内戦をしてた国の人だったからなんか妹さんが地雷を踏んじゃって足がないみたいな人で,で写真見せられてこうやって「俺の妹だけど」っつって「俺が週1回買って帰るカチカチのパンを本当に幸せそうに美味しそうに食べるよ」って言って足がなくて自分の足ではお前みたいに走れないけどうんお前より人間として全然強いんじゃないかなみたいなこと言って帰ったんだよな。 それが結構俺の心には響いて、あーなんか贅沢な暮らしをしてる中で、とても小さなことに不満を感じてるんだな、自分ってって思って、すごいかっこ悪いな、自分ってって思ったんだよね。だから日本で生きてるとそんなこと感じないけど、やっぱり地球上のいろんなところに住んでる人たちと交流すると、自分たちの暮らしがどれだけ豊かかとか、偶然、 日本に生まれたからそんなことがしんどいとか感じてるんだけどでも偶然そういう場所に生まれた人たちはもうただ生きてて安全に暮らせるかどうかみたいなことにまず頭があって豊かであることとかそんなことに目が向かない人がまだ何億人もいるんだなっていうふうにすごい感じたことだったからだけどなんかそいつが言うには 自分がオリンピックに出たりとかそういう国際大会に出てニュースになるとか放送されるとかってことがあるとまあちょっとだけでもそれを見てる人が戦争で使ってる何銃を置いてテレビ見てくれるんだよっていう俺はそのためにスポーツ頑張ってんだよねみたいなこと言ってたんだよねすげえなと思ってこいつすげえなと思ってうんそれ以来なんか自分の練習とか 環境とかそういったものをこう足りないとか思ったことないね。一度も思ったことない。なんかこの環境ダメだなとか、自分の練習場所に多少物が足りなかろうがなんだろうが、もう関係ないなと思ったね。世界で一番恵まれた環境で俺たちは競技してるんだなと思ったら、すごいアンフェアな状態なんだなって思ったよね。だから、すごい日本でスポーツやってるっていうことは、もうその時点で世界的にも。 結構トップクラスに恵まれた環境にいるんだなっていうのをすごく感じたのでそれ以来もう本当にスポーツのインタビューとかで不満を口にしたことは一度もないですね。うん、あれが良くなかったこれが良くなかったとかそういう言葉は絶対に言わないっていうふうに決めましたね。うん